えー、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴感謝します。ありがとうございます。それではですね、今日はですね、デジタル講座ということでですね、データの大きさっていうものの話で、まあ、それのまず、序章からいきたいと思いますが、えー、まずその、もともとパソコンってどういうふうに、僕はパソコン大好きなんですけど、えー、1バイトという、この単位があるんですね。で、1バイトって何かっていうとですね、 1>, 1ビットっていうのが、要はパソコンっていうのをよく聞いたことあると思うんですけど、理解できるのは1か0なんですね。で、それは何かっていうと、電流が流れてるか流れてないかしか判断しないですね。ある時間に電流が流れたら1だし、流れてなかったら0っていうふうに考えるわけですね。1と0しか理解ができないので、じゃあその人に1か0、1ビットだけだったら、何も伝わらないんで、このビットをいくつか組み合わせると、 ある一つのデータを相手に渡すっていうことができるってことでですね。で、今はもう8ビットっていうのが1バイトっていうのがもう通説になってるんですが、昔はね、6ビットとかもあったそうなんですね。で、そのビットっていうのを1ビット、2ビットっていうのが、要は1か0しかなかったら組み合わせは1か0で2個しかないじゃないですか。でも、2ビットになると00か01か10か11、 これ二進数って言うんですけど、4種類になるわけですね3。3つになったら000、001、010っていう風になって8つになるわけですね。2の倍数になっていくる、乗数になっていくるんです。2、4、8、16、32っていう風に増えていくんですね。そうすると、6ビットっていうのは、えー、64。 になるわけだし、7 b i t 1 0 0 1ーと1ニッパー2ゴロって僕ら覚えるんですけど、よくデータのあの、こう SD カードとかも128とか256で売ってないですかあの、っていう形でよく売られてた、64とかね、32とか、二の乗数で、この248っていうこの、この乗数で売られてるんですよ。だから、えっ、ー、と、iPhone とかもね、えっ、ー、と、3 2ギガとか、6 4ギガとか、この二の乗数になってるはずなんですね。 で、最初は6ビットとかでやってたんですけど、6ビットの情報で、この音をこう一つ、これはだから A、これは B、これは C っていうふうに割り当てていくとしたらですね、英語って26文字あるじゃないですか。そうすると26字文字で小文字も使うとしたら、まあ、これで52でしょで、数字が 1, 1、2、3、4、5、6、8、9、0までやる。1と0ね。0までいけば10とか20とか組み合わせできるんで、そうすると62個いるじゃないですか。そうすると6ビットだと、 64、まあ、入るんだけど、2つしかあまりないでしょ。そしたら、アットマークとか、こう、スラッシュとか、カンマとか、そういったものを割り付けれなくなってしまうんで。そうすると、7ビット、128あれば余裕だよね、ということで、128でこう割り付けたわけですね。で、128だとちょっと、うん、余裕がないので、結局8ビットにするのえー、これね、 パリティビットデータに使われてるんですね。基本的にはね。文字的にはで。パリティビットデータっていうのは何かっていうとですね。これあのパリピじゃないですよ。あのあの僕じゃないんで、えー。パリピじゃなくて、パリティですかね。パリティビット。これっていうのは検証なんですけど。要は、7ビットありました。7ビットのこのデータがありました。で、その時にもう一個のデータで、 この1の数が奇数か偶数かっていうのを奇数だったら1、偶数だったら0っていうふうに決めておくんですね。そうすると10、1011011だと1が1、2、3、4、5だから奇数にしてると、あ、あっとるやんみたいな。ね。まあ、もちろん、この、これがね、えっ、ー、と、1、2、3、4、5だけど、これ7だった場合も奇数であってるわけですが、えー、要はデータを移送してるときにやっぱ傷がついたりとかすると、 やっぱりこうデータがこう損傷してるっていう形になるんですね。それをチェックするため、一個一個のデータがチェック、ちゃんとこれが合ってるかっていうのをチェックするためのシステムで使われるんですね。そうすると0011011はこれ4個だから、あ、4でグースだかゼ0と。そしたらこれは整合性のあるデータだと思うわれるんですが、これだと1が4個あるのに1しかついな要は奇数になってるから、あ、これは間違っていると。そうするとデータを再度こう、 取りりに行ったりとかです、ねえー、まあそういったあの自動詞で修正するプログラムを使ったりとかするわけなんですね。なのでパリティビットデータっていうのを使って12%そうするとミディデータとかこうオルガン電子オルガンで打ち込みしてる方とか打ち込みの方よくわかると思うんですけどベロシティっていって音量は0から127までなんですねつまり、えー、あれも1バイトで、えー、1つのデータを送ってるんですが1つはパリティビットデータとして使われてるわけですね。 1>, 1ビットの分はね。か7ビット分で、えー、やり取りをしてるというお話ですね。難しいお話ですが、要は、まあ、とりあえずその、1バイトっていうのは、とにかくこう、英文字一つのデータで、まあ、一個、あの、まあ、要は、データチェックのために、パリティビットデータとして使ってるんですけど、今覚えることは、まあ、こう、細かいこと言うとこうなんだけど、1バイトっていうのは、 A 文字が一つですよというふうなのを覚えていただければいいんですかね。そうすると128の中に、まあ、例えばですね、ASCII の、えっ、ー、と、US ASCII コード、アメリカの ASCII コードって言われる、まあ、一つの例なんですけど、これ例えば、ちょっと7まで、7なのあの、7んですが、これちょうど128個のマスになるようになってるんですが、128個のマスの中に、こういうふうにこう、 えー、4の1が A になってて、4の2がこう D、B になっててっていうふうにこう割り当てられてて。で、こういうスラッシュとか、えー、こういったものも割り当てられてて。で、こういうのって、こう、パソコンが使う,こうデータね、デリートとか、そういうこう、なんかこう転送するときのためのこうデータとして、こう、枠組みを作られているようになってるんですね。で、これは例えばこれですけど、例えば違う会社の人が A をここに割り付けたとしたら、 これは文字化けっていうのが起こるんですね。で、昔はこの余ったところに、結局パソコンで使いたいって何かと文字打ちたいでしょ。で、昔はもう漢字なんていうのはもうほどほど無理だったわけだから、パソコンができた時っていうのは全部半角カタカナっていうのがあったんですね。今でも多分銀行とかだと半角カタカナっていうのがあると思うんですが、それ半角っていうのは、この余ってるところに五0分を割り当てたわけですよ。 あ、はいわいをね。で、点々、ちっちゃい点々とかね、やると。で、よくこう、半角英数字って、こう、インターネットで使うとよくないよって言われてるのは、インターネットってどこ経由してくれるかわか,か,かんないわけですよ。だから、えっ、ー、と、インターネットっていうのはネット上になってて、軍事目的で作られたんで、こういうふうに更新するんじゃなくて、いろんなところにこう、パソコンがあって、網の目になってて、で、こっからここにデータを送るときに、自由に自分で解析して、ここにたどり着くようにしてある。 そうすると、ここが粉砕されても、こう回っていくっていうのが、ワールドワイドウェブっていう形の。で、アメリカがまあ戦争終わった後に、こう、世界にこう公開したので、そのやり方が伝わってるわけですってことは、僕が、スマホで、隣の人にメールを送ったとしても、これがフランスを取ってきてるかもしれない。そしたら、ここの割り当てが、日本独特の本だから、 書き換わって書いてくる可能性があるんで、半角カタカナっていうのは文字化けよくしますよっていうのをよく言われましたね。なので、えーまあ、今どういうデータをシステムを使ってるかわからないですが、半角っていうのの考え方ですね。じゃあその、常用漢字で2136文字あるんで、そうすると、まあ、1バイトじゃほぼほぼ足りないわけですよ。 そしたら、1バイトと1バイト。要は、パリピーデータ使って128。もう片方も,も完全にデータとして使えるから。そうすると、32,768あれば、常用漢字っていうのも全部は、はまるわけですから。2バイト分で一文字にしてしまえば、漢字もひらがなも全部いいでしょだから、よくこう、全角っていうのをの、数字もこの、 二文字分使ってるやつと、半分使ってるやつ。だからこれが1バイト文字で、これが2バイト文字になるわけですよ。だから半角と全角っていう、ちょうどね、半分と全っていうふうに考えてるわけですね。で、文字っていうのは、こう、全角っていうのは2バイト文字なんだっていうこと。要は、8ビットが2つ分あるっていうデータで、これでパソコンは文字のことを理解してますよということなんですね。 で、1キロバイトっていうのはえー、よく1キロとか1 0キロとか、えー、データどれぐらいって言われたら1 0キロとか1 0 0キロとかっていう話が出てくるんですが、初期の頃は、もうも、もともとパソコンっていうのはワープロのために作られたわけですね。要は、綺麗に清書した文字をこう、印刷するっていうね。まあ、会社ってみんなほとんどそうでしょ。印刷物のためにパソコンを使うわけですから。そうすると、日本語だと 2, 2バイトの文字だから、 ってことは一キロってことは千だから一キロってのは千ですよね一メーターもグラムもそうですけど百千グラムが一キロ一キログラムになるわけだし千メーターが一キロメーターになるわけだから一一キロバイトってことは千バイトが一キロバイトになるわけですねってことは英語だったら千文字入るのが一キロだし日本語だとちょうど四百字詰め言語種ありましたよね。 まあ、ああれのちょっと大きい500文字ぐらいの原稿用紙1枚分のデータですよっていうふうに考えてもらえばいいかなと思います。だから1キロ1キロっていうふうに言われると、まあ、その文字データとしては、まあ、原稿用紙1枚分なだなっていうふうに考えていただければいいかなということでございました。えこ、ー、この先ですね、えー、他のデータ、えー、データの考え方とか、えー、ありますけど、メガとか、えー、ギガとか、 えー、テラっていうのが今出てきていますけどこういったものは大体このどういうデータがどれぐらいのものなのかっていう指標を次回の2でやりたいと思いますで今回はバイトと文字について、えー、やりましたがあこれ役に立ったなと思う人はいいねマークしてチャンネル登録の方もよろしくお願いしますえー、メールマガジンにはこういった内容毎日毎日音楽の内容とかパソコンの内容とかこういったものとかえー、ライブの 度ガ上げたりとかいろいろやっておりますので、えー、もし興味があればぜひ、えー、メルマガの登録の方もよろしくお願いします今日も最後までご視聴ありがとうございました